コジです。今回はハードオフさんで買い物をしてきたので、その紹介をしたいと思います。じゃあ早速いきたいと思います。最初に一番くじですね。どっちから、じゃあ値段からちょっと安い方にしますね。こちら、01の一番くじですね。ラバーコースター E賞のラバーコースターですね。で、価格が100円。ジオーですね。のコースターになります。で、次に、SH フィギュアーツの一番くじ。こちら G 賞のラバーコースター。01ですね。で、こちらが150円になります。これはただ、コースター欲しかったので、ガンガン使おうと思っています。結構、ハードオフさんで同じ商品、こちらも何点かあったんですけど、100円だったり、150円だったり、150円だったり、200円だったりしたんですけども、まあ一番安いやつをちょっと選んで買ってきました。で、次からゲームのソフトになります。どうしようかな。じゃあ、ゲームのハード順といいますか、ハード別に、紹介していきたいと思います。1本目がプレイステーションで、仮面ライダーアギトですね。で、価格が550円。これが一番高かったですね。今日の中ではですね。で、まあ、一応説明書あり。で、ディスクは問題なく綺麗ですね。はい。で、これが1本目になります。で、2本目がプレステ2ですね。で、今の仮面ライダーつながりで、2本目が仮面ライダーファイズですね。以前買ったかもしれないんですけども、価格が330円だったので、手に取って買ってしまいました。まあ、ファイズ好きではありますのでね。こちらちょっと中身を見てみますね。うん、ディスクの方は汚れありますね。で、説明書の方もちょっと汚れがある感じですけども、まあ330円であればいいかなという感じがします。で、これが一応仮面ライダーシリーズというか仮面ライダーの2作ですね。で、次もプレイステーション2なんですけども、ジェネシスで紹介したジョン・マッテンさんのフットボールというソフトがあるんですけども、これ関連なのかなと思ってちょっと買ってみたやつなんですが、EA の、EA スポーツのマッテン2005スーパーボールですね。で、価格が220円になります。マッテン NFL スーパーボール。こちらはすごいですね。説明書の厚みがすごいです。で、ディスクはそれほど汚れはないですね。綺麗な状態になっています。こちら、スポーツ系のゲームになりますね。で、ちょっと今自分は仮面ライダーと、まあ戦隊もののゲームも集めてたり、あとは、最近だとアメフトですね。のゲームを集めてたりします。で、もう一つの趣味になるやつをこれからご紹介ですね。PS2 のソフトですね。パチスロアルゼ王国6、6ですね。価格が220円。今回入ってるのが、ドンちゃん2、デカドンちゃん、ヘラクレスの3本ですね。堀のパチスロコントローラーを買って、まあ、それから集めていたりもするんですけど、アルゼ王国はとりあえず全部集めたいなと思って、
ハードオフさん行くと必ず探してる一本になりますね。プレステかプレステ2のどちらかを見てですね、まああれば購入するんですけど、値段がだいたいこの220円とかこの近辺であれば買う感じですね。1000円超えちゃうとちょっとって悩むソフトではあります。もう今となっては打てないですからね。プレイステーション2だと4本目ですね、こちらもパチスローのソフトになるんですけども、どちらを見せればいいかな、こちらヤマサデジタルスロットワールド海一番ですね。価格が先ほどと同じ220円です。99年登場以来パチンコ界の頂点に君臨し続ける海、そのモンスターマシンがついにヤマサからパチスロデビューということでね、まあここにおられますね。ここにもおられますね。まあ、最近 A タイプの海が、あれは違うのかな、あれは山下さんかな、あまり打たないっていうかあまり見ないんですよ。うちの方だとあまり入っていないので、田舎だとねあまり見ないんですけども、ディスクはもうめちゃめちゃ綺麗です。スロット系の場合はですね、なぜかわからないんですけども、ディスクがめちゃめちゃ綺麗っていう、この価格でもっていうやつですね。まあ嬉しい限りなんですけど、自分は、次はプレイステーション3なんですけど、これは1本だけです。まあ自分が大好きなベセスダさんの出しているゲームなんですけども、こちらウルフェンシュタインですね、価格が220円でした。でこれは Z 指定ですね。はい、ディスクを見たんですけども、ディスクは問題なしですね。綺麗でした。で説明書もついています。で配信用にまあフォールアウトとかやっているんですけども、まあ別な感じのも、まあ、ベセスダさんなんですけどね、何か別なソフトやれればなと思っていたので、ちょっと今日この価格で見つけたので、買ってみました。もしかしたらね、体調戻ったらライブ配信の方を、やりたいなと思っております。でですね、あとはゲームはあと2本ですね、まあ、この2本はもうおなじみのソフトになると思うんですけども、まず1本本目、価格が安い方からにしましょう。こちらニュースーパーマリオブラザーズ Wii ですね、価格が220円になります。一人でもみんなでも、自分みんなでやったことがないですね。いつも一人なので協力プレイが出ちゃうと一番困るパターンです。ディスクはディスクはね、やっぱちょっと汚れあります。それはもう遊んだ証拠なので全然。できれば問題ないと思うんでね。これも後でちょっと一回動作確認をしてみたいと思います。はい、で、もう一本は、同じマリオつながりなんですけども、こちら、スーパーマリオギャラクシーですね。価格が330円です。ようやく買えました。やりたいなぁと思っていたんですけども、なかなか買えなかったんですよね。ディスクは少し傷、やはりありますね。まあ、それは全然いいかなと。こちらもやっぱりプレイできれば全然問題ないというかありがたいと思うので、Wii のソフトはこのマリオシリーズ、マリオの2本になります。で、ゲームはこれで以上です。あと1点あるんですけども、ですね、こ
これは、個人的趣味、本当に趣味のものです。まあ、とりあえずお見せいたします。こちらですね、艦隊コレクション、艦コレの大淀ですね。価格が2,000円。これは悩みました、すごい。ただ自分これは初めて見たんです。こちらの大淀のフィギュアは持ってはいるんですけども、こちらのネンドロイドの大淀は初めて見まして、ですね、結構悩みましたね、買うかどうか。どの顔も全部いいですね。そうなんです。自分はね、このメガネタイプの子が弱いんですよね。これはあの物語シリーズの羽川さんなんですけど、やっぱメガネキャラの子の場合はこう集めてしまったりしていますね。ということで、今回は、まあ、ゲーム、ソフトあり、あと仮面ライダー系ですね、もありという感じで買い物をしてきた回になりました。また、買い物をしてきたらですね、紹介したいなと思っていますので、お暇だったら見に来てください。じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います。失礼します。